理人の味沢拓美さんですよね。お疑いでしたらどうぞお帰りください。はい、はい、信じます。はい、幻の料理人を雇ったんだぞってあのオーナーが騒いでたから、そうかもなぁとは思ってたけど、運命的な再会ってやつかしら。調査員が来る日だけはなんとか聞き出すことができました。これによると来月の1日、すなわち1週間後。お客に帰れっていうの？優勝ちゃんすぐ泣きやむから大丈夫よ。いやいやいや、今日だけはちょっと。いいんだな、それで。いいんだなって、そんなのはあなたでしょ。大変だね。それじゃあもう少しかかりそうなの。大事な話があるのにね。とりあえず行かなきゃ、必ず戻るから。ここに幻の料理人と呼ばれる味沢拓美さんがいらっしゃるとか。はじめまして、すみません、こんな時間に。私、森本理恵と言います。ねえねえちゃん、どっちの味方なのよ。私はどっちの味方ってわけじゃない。あんたって昔からそう、どっちつかず。本当、どんくさいっていうかさ。夫は、この子たちがまだ小さい時に交通事故で亡くなりました。カオル姉さんも、アカネも、喜んでくれるかな。もちろん、きっと喜んでくれるわよ。私への報酬は高いですよ。おいくらくらい？そうですね、100万ほどいただきましょうか。そんなに？うまくいかないもんね、人生。あのパリの夜、私は運命の人に出会ったんだって思ったのが嘘みたい。あ、もういっそ佐竹さんに預けた方がいいんじゃないですか。いいんです、うん、きっとそういうことなんじゃないかなって思うから。ん、何よ、何真面目になってんのよ。バカじゃないの、空気読めないわね。明日お見合いをする。その前に二人のことをちゃんと話したかった。先生、俺にやらせてもらえませんか。メインは先生じゃないとダメでしょうけど、前菜とスープは俺がやって、メインの一品だけでも